俺すげえけど、あの人たちもすごかった。これができたのが、養賢という人だったんだね。どうも皆さんこんにちは、セフィアです。さあ、今回は、隋と唐、300年の歴史、スピード解説、やっていきたいと思います。隋、唐というと、中国の歴史の中で、こう、なんていうか、ちょうど真ん中というようなイメージのある、この二王朝ですね。貴族文化がすごく花開いて、華やかなイメージのあるところでもあるんですけれども、中国の歴史っていうのは、分裂と、 統一。これを繰り返しているんですね。分裂の時代と統一の時代があるという、この繰り返しっていう感じなんですね。で、そもそも中国史の中にどんな時代があるかとか、どんな王朝があるかっていうのはですね、ぜひあの私のかつての動画、中国歴代王朝を覚え歌っていうこういう動画投稿してますんで、ぜひですね、皆さんまだ見てないっていう方は見てきてください。5分で中国の歴代王朝を覚えられるようになってますんで、まずこれで覚えてきてから戻ってきてください。 こう頭の中でこう思い浮かべた上で、最初の中国の統一王朝っていうのは何でしょうっていうと、これはあの、秦の始皇帝、そう、キングダムでも有名な、あの、永世ですね、秦の始皇帝が統一した。 真の国なんですね。それまでの春秋戦国時代っていう550年くらいにわたる混乱時代、分裂時代っていうのを終わらせて、統一国家真を打ち立てたのがあの始皇帝なわけだ。ただ、あの始皇帝の真は統一から15年、わずかね、15年で滅亡してしまって、で、その後、項羽と劉邦っていう二大スターの争いっていうのがあって、で、これ勝った劉邦の方が冠。 この漢帝国を打ち立てた。この漢の国が統一を盤石にしたわけなんだな。で、これで前漢五漢合わせて400年間という統一の時代になっていくんですけれども、五漢の末期から、いわゆるみんな大好き三国志の時代になっていきます。で、これが2世紀の末頃です。で、ここから歴史の用語で疑心南北朝って言われる混乱の時代が三国志をはじめとして、そこからずっとですね、400年くらい、なんとね、長いね。 混乱時代がずっと続くんですね。分裂混乱の時代だぞと。で、この分裂時代を終わらせた王朝こそが、今回の隋というものなんですね。だから、すごい実績のある国なわけだ。王朝なわけだ。ただ、この隋も、 統一からわずか29年で滅亡してしまうという。うん、だからなんか歴史繰り返してる感じしますよね。で、これの後に出てくるのが唐、唐帝国なわけだ。この唐が盤石の体制を、また統一を盤石にしてですね、ここから100年強、すごく大きな国として君臨するということになるわけなんですね。えー、なんていうか、統一した国が短命に終わって、次の国が 長寿政権、長期政権になって、また統一した国でも短命に終わって、その後に長期政権になるっていうのは、なんかあれだね、日本の戦国時代の織田信長、豊臣秀吉、こういう改革者、破壊した上での創造者っていうね、あの、インドの神話でいうシバみたいなもんですよ。破壊兼創造神みたいな、そういうのがこう出てくるんだけれども、やっぱりいろんな時代の荒波に飲み込まれて、 織田信長も豊臣秀吉も実質一代で終わったじゃないか。で、その後に出てくる徳川家康が260年の長期政権を築くっていうね、なんかああいうものを彷彿とさせる。どうも歴史にはそういう法則があるらしい。短期政権が改革をした後に長期政権ができるという、この法則っていうのはこの中国史にも当てはまってますね。で この塔が弱体化すると、軍友滑稽の時代にまた落ち入ります。で、こっから、五代実国という風に呼ばれる、またこれもですね、軍友滑稽五代実国を合わせると、200年間くらいのまた長い混乱時代、分裂時代になります。本当にね、統一してる時の方が短いんですよ。真の国とか隋の国とかね、これ塔の国とかっていう、こういう印象があるんだけども、そうやってね、間の混乱期、分裂期の方が長いっていう、すごくないだって で今回の550たす400たす200でも1000年以上分裂通期あるんだよ、これ。中国史で結構めっちゃくちゃなんですね。まあそんな統一という事業を大きなことを成し遂げたこの隋という国の始まりはですね、南北朝時代。で、さっき疑心南北朝って言いましたけれども、この混乱期、南北朝。日本にも南北朝ってありましたけど、中国にも南北朝時代というのがあります。で、この南北朝の北側、北朝の方ですね、北側では 五個十六国時代という、さらに、この北側だけを呼ぶ混乱時代みたいなのがありました。もういい加減にしてくれよっていうね、北側だけの,この混乱の呼び方っていうのがあるんだな。五個十六国時代っていうね、五つの異民族が十六個もの国を建てているみたいなね。でしかもこれ十六国って書いてあるけど、本当は十七個以上あるらしいとかってもうけわかんない。なんでだよって、じゃあもう五個十七国とかにすればいいのにっていうね。でもなんかね、そ歴史家がこういうふうに呼んだってことで五個十六国時代っていうふうに呼ばれてるんですけど、 この5つの異民族、漢民族から見てですね、漢民族から見て5つの異民族、強度、戦費、決定、強っていう5つの異民族がいまして、で、この中で特にこれから大事になってくるのが、2つ目に出した占比というやつなんですね。この占比族、どうやらモンゴル系だというふうに言われている、モンゴル系じゃないかというふうに推測されている、この占比族という異民族なんですけれども、この占比族が、 北魏という国を建てます。で、この北魏が河北、つまり南北朝の北の方ですね。これを統一するという、これまた大きなことをやってのけたんですね。河北統一だぞと。で、この北魏っていうのは、私のかつて道教の動画で名前を出しました。 東京を弾圧して、同教を国教化するっていう。うちの国は同教で行きます。っていう風にやったっていうね。そんな国があったんだよ。っていう。そんな文脈でこの北魏っていう名前出しました。けれども、まあ、ただね。この北魏はその反動か後にすごい。仏教帝国みたいな感じになっていくっていう。すごいね。こう。あの手のひらの返し方がすごい国でもあるんです。けれども、もまあ、そんな中国史上でいろんな実績のあるこの北魏という国なんですけれども、後に討議正義っていう2つの国に分裂して、さらにこれが北西と。北州っていう 国にとっってて変わるっていう結構この辺ですね目まぐるしく動くっていう6世紀の間に目まぐるしく動くっていうそういうことがあるわけなんですねで北州の方が北西を滅ぼすっていうことになりました、うん、これでまた何かこう北が一つにまとまりつつあるのかなっていうようなそんな状況の中でその北州の有力者に養賢っていうやつがいましたでこの養賢こいつはですね 北州の皇帝っていうのがいました。この皇帝の嫁が、妖賢の娘だったっていう、そういうつながりだった。だから皇帝の義理の父親だ。そういう関係だったんですね。で、こういうつながりのことをよく歴史用語で外籍っていうふうに言います。そう。あの、日本史で言うと藤原道長とか、 平野清盛とか、ああいうような人がやったのと同じですね。娘を天皇に嫁がせて、で、そこで産んだ子供が次の天皇になると、じ、天皇のじいちゃんだっつってすげえ権力逃げれるみたいなね。あの作戦だ道長とかもやったあの作戦を、この要件もやろうとこういうふうにしていたわけなんですね。 でそしてですね、要件の娘の夫なるこの皇帝がですね、なんかおかしくなっちゃったのか、在位8ヶ月でですね、1年経たないうちに、5歳の息子に皇帝の位を譲るってことをやったんですね、でそしてもう俺は隠居するって、あとは遊んで暮らすんだっていうことをやったんですね。まあ、ただ、ここの今言った息子っていうのは、要件の孫ではないんですね。別の 女性との間にできた子供だったわけなんだ。だから、孫ではないっていうことになったんだけれども、でも、頼りになる実力がありそうな、力を震えそうな大人が、この要件だろうっていうことで、この要件が摂政としてですね、まあ、中国の言葉で言うと、上昇っていうふうに言います。上昇、摂政として、代わりにですね、こう政治を見る、取り行うっていうことをやったんですね。こうなってくると、やっぱり、 もうこいつが次のトップになってくるのかなっていう感じに周りからすると見えてくるわけですよ。もう各地でいろんなところで反乱が起きた。ね。あの要件をもう認めるなってね。ああ、これ以上のさばらせるなっていうことでですね。この反乱が起きたんですけれども、この要件はですね、その反乱を各個を撃破していったらしい。もう本当に、もう全部自分以外全部敵みたいな感じになっちゃったらしいんだけど、一時期は。各個撃破してって、もう力で、腕力でねじ伏せて。で、そして、 ついにですね、7歳の皇帝がこの要件に禅乗するつまり皇帝を 譲るということですね。位を譲るという。まあ、ただ、譲るとは言っても、これね、中国の昔からの液性革命という伝統がありまして、本当にこの世を治めるべき人間は、天から天命が下って、この人が代わり、天の代わりに政治を行うって、皇帝となるっていうね。で、それが、あの、もう徳がない人になったら、それ譲られるっていう話がありましたね。これ、禅情っていうんですけど、でも、これ、実態としては、喉元にナイフ突きつけて、おい、譲れや。 ってやるんですよ、もちろん。<laughs> はい お、譲りしますって言って、どんな茶番劇だよっていう。でも、大体ですね、こう、歴史上、中国の歴史上の禅状っていうのは、ほぼほぼ全てこういうふうにして行われたというふうに言われています。まあ、とんだ茶番劇なんだけれども、名目上は、天の命っていうのは、ずーっと脈々と継いでるわけなんですよ。でなんか、勝手に乗っ取ったってなると、正当性が認められない、正当性が認められてない奴に付き従うなんてことはないですから、だから、やっぱり、名目上、譲り受けたんです。禅状あったんですっていうことに、 しないと、ね、いけないいいいとけっていうこれは中国の長らくの伝統なんですけれども、まあ、ともかくこの要件というのが新たな皇帝となって国号を隋とすることにしたんですね。であのさっきの7歳の皇帝からね、はい「僕はあなたにお譲りしますってって言わせたその皇帝を殺したんですだから自分の仮にも義理の孫みたいな子だよ。 殺したんですでそして隋生まれましたこの隋っていうのはもともと養賢が持っていた土地の名前にちなむそうです。こうして出来上がった隋なんですけれどもまだ河北。 北側だけ統一した状態なんですね。南側、南朝には、陳という国が残っていました。ここを倒さなければ、中国統一とはなりません。そこで、この人は、息子の陽光という人を総大将に任命して、この陽光、息子に南を攻めさせる、遠征軍って言って行かせたんですね。で、この陽光の活躍あって、 この賃は滅びることになって、こうして隋が久しぶりに中国再統一というふうにやることになりました。もう400年ぶりぐらい、ほぼほぼ400年ぶりぐらいに南も北ももう全部統一したぞってなりました。時は589年のことでした。 これね、時期がちょっと大事になってくるんで、あえて書いておきます。これ、いつ頃かっていうと、日本では、あの、聖徳太子が推古天皇の摂政になって、ってね、表舞台に出てくるみたいな、そういう頃、ちょうどその頃くらいですね。で、ここで再統一って大きな授業をやってのけた、要件という人でした。ただね、ここで、はと気づく。この、中国再統一した、要件という人は、どういう人なのかっていうと、実は、戦辟族の末裔なわけだ。 まあ、純先貧族なのか、先貧族と漢民族がこう血が混ざっていった、そういう人なのか、説はいろいろあるんですけれども、どうやらこう先貧族系が強い人なんだっていうふうに言われています。これ 中国人、今の現代の中国人にはちょっと不都合な事実みたいですね。というのも、やっぱり今の中国、漢民族からすると、偉大な再統一を成し遂げた王朝が、漢民族がまた打ち立てたんだっていうふうにやっぱり言いたいわけなんですよ。明朝は漢民族みたいですね。後に出てくる。明朝は漢民族みたいなんですけども、これは、 どうやらちょっと違うらしいというのが最新の学説としては有力みたいですね。そんな混乱を収めて統一したこの隋の国、要剣という人なんですけども、彼がすごかったのは、統一させたのは俺だよ。俺すげえよ。でも、かつてのあの混乱時代だった人たちもすごいことをやってたよね。 こういうふうに思って、この混乱時代に作られた制度っていうのを、いくつも自分のものとして取り入れてたんですね。これがすごいと思う。この要件って人、すごいのはそこだと思う。俺すげえけど、あの人たちもすごかった。 これができたのが要件という人だったんだね。どういうものを取り入れていったか。具体例を二つ挙げますと、まず一つですね、土地制度。これはさっき話したこの北魏の国、この北魏で生まれた近伝制という制度を取り入れていきました。これどういうものかというと、自分たちの国民に田んぼを与える代わりに一定の税を納めさせるっていう、こういう土地制度だったんですね。これ、日本だと、半田収ンの方っていう名前で、 採用されたものなんです。これ、中国でね、これ、隋でできたものっていうのが、日本に取り入れてきられてきてるわけですよ。似たような制度で。同じような名前で。で、さらにですね、税制度。これは、北州。もうだから自分の出身国ですね、要件にとっては。北州で作られた蘇陽庁、蘇庸調この制度を、 取り入れたんです。もうこれ聞いたことあるね。日本の歴史でも聞いたことあるよ。そっくりそのままの名前で。そう、要蝶つってね。小学校の社会科の授業以来おなじみじゃないですか。そうっていうのは、あわ。これね、あの、河北は雑穀の民でしたね。私はの中国の古代史でお話ししました。これまだ稲、米じゃないっていうのは、あわ。雑穀がメインになっている。あわを、 納めさせる。これが主な祖というものでした。で、そして、要っていうのは肉体労働です。いっぱい頑張ってね、土木工事とかします。で、そして、蝶っていうのは各地の地方の特産品を納めますっていう。こういう祖、要、蝶っていう、こういう税制っていうのがあったわけなんですね。なるほどと。で、そして、この要件。この人はですね、やっぱり統一王朝を成したっていうことで、統一王朝に欠かせないものを一つ創設したんです。それが、あの、過挙だ。 はい。私はあの、過去の動画もかつて投稿しました。これはね、本当にものすごい壮絶な官僚東洋試験なわけなんですけれども、官僚、これが必要なわけなんですね。なぜかというと、統一国家、いろんな民族、いろんな場所にいろんな人たちがいます。これをまとめて政治するってことになると、自分の 手足となって忠実にその命令を実行してくれる官僚っていうのが必要なわけです。そういう有能な官僚を登用するために絶対に必要なのはやっぱり 統一、久しぶりに統一したっていう隋、この国だからこそ、精力的に取り組んだことなんですね。なるほどと。そうやって考えると、隋の時代に核が始まったっていうのも、なるほど自然なことだなっていうふうにねで。そして、そんな優秀だった要件がなくなって、息子の陽光あのね、南へ遠征軍に言ったった、この陽光が第2代の皇帝になることになりました。この陽光も父親に負けず劣らず、新しいことをやっていきます。うん、そうだ。統一国家になったんだろこの中国、中華は広いんだろ ってことは、北と南を結ぶ大運河が必要だと。よしよしと言ってね。この、黄河と、黄河流域と、長江流域を結ぶ大運河。 これ全長ね2500キロくらいにも及ぶものすごい大運河をこうガガガーってって作ったっていうですねこの人がこう完成させるっていうことをやったんですねやっぱり統一国家にはそういう素早く移動できる物流ルートっていうのが必要です今までの中国のこの歴代の皇帝も思ってはいたんだよこことここがね高河流域長高流域結ぶといろいろやりやすいだろうなでもまさかそんなことできるわけないよなそのまさかをやったのがこの陽光という男 だだったわけだでそしてさらに統一国家もっともっと大きくしようぜって言って東の方に遠征に行ったそれが高句麗遠征だったわけだ満州あたりにあるですね高句麗というここを遠征、まあ、いわゆる朝鮮の国として認識されている方も多いと思いますけれどもこの高句麗ここに遠征に行ったんですけれどもこの楊光自身が大きく3回の遠征をしてもどうにもうまくいかなかった。 でその頃ですねこの大運河建設そしてこの高空寓衛衛衛というので,です、ね、どん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 国民が駆り出されて、ね、体も駆り出されてるし税という形でも、ね、駆り出されてるしっていう経済的にも駆り出されてるしもうこんなのやってられないっつってですねどん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 反乱が起き始めちゃったんですねでこの度重なる反乱の中で陽光は部下によって暗殺されることになりますこいつが皇帝ではもうこの中国は立ち行かんと言ってですね こうやって暗殺されてしまったわけなんですね。で、そして、今はですね、陽賢、陽光というふうに言ってきましたけれども、この二人、隋の皇帝二代、実質の二代ですね。後に陽賢は文帝というふうに名前を送られ、そして陽光は陽代というふうに、 名前を送られたんですね。はい。羊台と聞くとね、日本の歴史で出てきますね。そう、聖徳太子が、非出る国の天使、非没する国の天使にと言って送った相手がこの羊台だ。陽光だ。この人に送ったんだ。陽台というね、もともと奇変なのに、非変にされちゃってるっていう。このね、非変の羊っていう字が、なんだっけな、天に逆らい、民を虐げるっていう、 すごいひでえ意味なんですね。後にこれが名前がこういうふうに付けられちゃったっていうことなんですね。そして最後、唐です。さっき、陽代、陽光の治世の後半の方で反乱が頻発したっていう話しましたね。この反乱の中で頭角を表してきたのが有力者、李燕という男でした。この李燕もやっぱり 戦費族系じゃないかっていうふうに言われてる人なんですね。で、この李縁はですね、この隋の三代皇帝として仮に建てられていた男がいたんですね。まあ実質、この楊剣楊孔、文帝楊代、この二代で隋は終わってしまったんだけれども、三代目として仮に建てられていた奴がいた。この仮に建てられていた三代目の皇帝から禅城されるっていう形で、いや、もう隋を倒して、で、そして国語を と、というふうにした。これが618年のことです。聖徳太子が亡くなる4年前ですね。だから、日本史を勉強してて、あの頃に、え、なに、遣隋使ってさっきまで言ってたのに、遣唐使っていきなりになってんのって、なにそれ、犬神の御助き、えー、好きなの、桑なの,の、どっちなので有名なね、あの、犬神の御助きは何遣唐使って、なんでね、嫌いきなり名前変わってんのっていうね。だから、このぐらいの時期に名前が変わってくるわけなんですね。なるほどと。 で、この党という名前もですね、李燕が元々持っていた土地の名前にちなむそうです。だから、隋も党も同じようなね、有力者、元々前の世代の有力者が統一王朝を作りました、自分の地元の名前をするってことですね。例えば私は千葉県出身です。で、私が仮にね、来年この国のトップになったとして、よしと、私は出身地にちなんで、この国の名前は今度から千葉国とする。 っていう,ふうななそんな形ですねイメージとしてはそんな形です。で、そして、この李燕の次男の李正民という男、これがね、もう本当この時代結構すごいんだよ。なんかもう唐が始まって安定したみたいに見えてるけどね、実は全然そんなことがなかったらしくて、この次男の李正民が、長男と四男、つまり自分の兄と弟だね、これを殺して、で、さらに父親の李燕に迫って、 譲れやっつってやるんですね、また で、まあ、これは前兆ではないんですね。この親子で譲るってことで、まあ、一代目か二代目になるっていう、まあ、ただのこの継承なわけなんですけれども、こうして自分の周りを全て倒して、この李世民という男は皇帝人になったんです。これが後に大宗というふうに呼ばれる人です。この唐の大宗っていうと、すごく名君だったっていうことでね、もう中国の歴代の皇帝の中でトップいくつなのか、もトップ3に入るんじゃないかみたいな感じで言われる人ですけれども、その始まりは、 すごい血みどろの皇帝就任劇だったわけなんですね。で、この大層、李世民、この第二代、そして第三代、次の皇帝、この二代、三代で、唐の国土どん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 ガンガン広げていってですね、大帝国、世界帝国っていうような形にしていくっていう、一時期はですね、あの、オアシスの方、中央アジアの砂漠地帯の方まで、ニョキ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 ,ニョキ形に伸びていって、すんごいなんかこう、いびつな感じのね、でもしわーっつって長いっていう、すごい国になったわけなんですね。 で、そしてですね、この2代3代って終わってくるとですね、この3代皇帝の妃だった武則天っていう女性がね、 この人が中国史上で唯一の女帝として即位することになります。かつては側天武功っていう名前の方が有名だったかと思いますけれども、今ですね、武則天っていう名前の方が歴史ではメジャーな呼び方みたいですね。で、そしてその後に出てくるのが、この武則天が作った混乱を収めて即位したのが元宗、元宗皇帝ですね。で、この人は序盤、地政の序盤はすごく いい政治を行った。戒元の地と呼ばれる。すごくいい政治を行ったんですけれども、後半にね、あの、陽気。 世界三大美女で有名な楊貴妃に溺れちゃって、この楊貴妃の一族の男性をすごい重用しちゃって、政治の重鎮につけるって、対して能力のない人もどん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 、はい、いいよ、いいよってって、ね、やるっていう、そういうことをやったもんだから、周りからすごく反感を買ったわけなんですね。で、そうやって国がちょっと傾いてきているっていう、そんな時にですね、西の方からイスラームの強くなってきたアッバース朝という、アッバース帝国っていうのがこうガーッとこの塔の方に迫ってきて、 わけなんですね唐も砂漠の方まで国が伸びきっているアバス町もギャーッとこうやってきたぶつかった中央アジアでぶつかったこれがタラスカハンの戦いっていう戦いが起きてでこの戦いに唐は負けちゃうんだねイスラームの帝国が強かったでこれで紙を中国というのはすごい早くから作ってましたこの紙を作るっていう技術がイスラームの方に 流出するっていうきっかけになって、で、イスラームからヨーロッパ世界へも紙の技術っていうのがどん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 伝わってくっていう、こういう文化的な伝播のきっかけになったっていう、そういう文化的な意義も深いっていう戦いなんですけれども、タラスカ藩の戦いっていうのはこれ負けて、さらに、辺境警備隊をやってたアンロクザンっていうやつとシシメイっていうやつが、これ上司と部下なんですけれども、この人たちが、 反乱を起こして、で、この党の全土にバーッとこう飛び火してですね、一大反乱になったんですね。これが安氏の乱という名前です。755年の出来事です。安氏の乱というものが起きてですね、これが10年近くやってたんですね。で、もうですね、この党の中央政府のこの軍の力だけでは、これを反乱を鎮圧することができなくて、お隣にいるトルコ系の民族のウイグル、 という民族今ね、ウイグルってウイグル自治区という名前で名前残ってますけれども、ウイグルという民族の力を借りて、ようやくこの安氏の乱を鎮圧することができたっていう、もうこの党の中央の弱体化っていうのはもう、火を見るより明らかっていうような状態になってたわけなんですね。政府の力がどんどんガタ落ちになっているぞと。であるからってことでですね、この辺境の方では、よし、俺はもうこの党の力っていうのはもう全然この支配から脱出して、俺は俺でやっていくぞって言ってですね、こう自立してくるような 勢力っていうのがボン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 できちゃって軍有各機の様相を呈してくることになりましたでそうなってくるとですね随以来の土地制度だったり税の制度だったりっていうこういうのもどんどん立ち行かなくなっていってで党の政府は思ったいやこれ塩を国家の先輩にすれば 収益が上がるじゃないか。私的に、私的に、こう、勝手に売るってことを禁じたんですね。で、そうなると、もともとこのやってた塩の業者っていうのは、もう生活が苦しくなってっちゃって、なんてことしてくれてんだ、この国は、って言ってですね、どん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 不満が溜まってきちゃって、ついに、塩の、 密売人だという風うに言われてしまっていたですね。この、高僧という男。この人が反乱を起こして。で、これがまたもうブワーって広がって大反乱になっちゃったわけなんですね。高僧の乱というやつです。このね、中国史でね、高金の乱なんの、高僧の乱なんの、また高金の乱って、こんな紅の崩壊多いみたいなね。なんかそういろいろ出てきますけど、これ、黄色い巣です。これ。高僧の乱というのが起きまして。で、これでですね、もうどんどん収まんなくなっちゃったわけなんですね。この 乱乱に参加していた辺境警備この主前中、もともと酵素の欄に参加してたっていう、この欄の一味だったんですけれども、構想を見限って離脱する、ね、一旦等にまた戻る、味方するみたいな形になった案だけれども、この主前中は後に 唐の皇帝にまた喉元にナイフ突きつけて、おい譲れやと、また例の禅城というこの茶番劇をやって、唐を倒して、孔両っていう新しい国を建国する。これにて、唐が正式に滅亡するということになりました。時は907年のことです。 ただね、今のこの隋唐とは違って、この修善忠さんが建てた香料という国は、すごく一部分だったんですね。黄河の下流域の一部分っていうのだった。統一王朝とは程遠い状態だったわけです。ここから、五代実国と呼ばれる混乱時代っていうのがですね、またこう続いていって、次のこの宋の統一を見るまですごくまた混乱していくっていうことになっていくわけなんですね。さっと、隋唐とそれにまつわる歴史、中国史の全体の流れみたいなことを見てきました。 で今回ですね589年とか今の907年とかこう年号をポッポポッとちょっと入れていきました。最近ですねよくあの歴史に年号なんて本当はいらないんだ。 ね、特にあの大人の学び直しみたいなねなんかそういうので大人として歴史を理解する歴史を読むためには年号っていうのは余計なんだよノイズになるんだよストーリーを理解するためには年号というのは邪魔になるものであるっていうようなそんな風潮がですね結構一部でこういう,こう歴史系の動画だったりとかあとはその解説本だったりとかっていうのでどうかね私ちょっとそういう雰囲気を最近見聞きするような気がします それはですね、私の考えでは、一つの地域だけならそうかもしれないです。この、例えば、まあまあ、中国とか、まあ、日本とかでもいいですよ。そういう、この一つの地域の縦の歴史だけなら、そうかもしれませんね。まず、その、疑心南北朝という混乱期があって、次に隋があって、でそして唐があって、五大実国となりました。まあ、これでいいと思います。ただですね、しかし、しかしですね。 横のつながりです。歴史には、特に世界史には横のつながりというのがあります。一方、その頃、日本では、聖徳太子が水古天皇の摂政になっていました。ね。さっきもここでお話ししましたけれども、こういう横のつながりとか、あるいは広い意味での因果関係とかを理解するっていうためには、年号というものはこれ以上ない便利なツールです。であるから、私は主張したい。年号は 便利なツールとしてキーになるものはぜひ覚えておくべきだと。この589年が聖徳太子の当たってるとか、この907年、10世紀の頭、日本では平安時代が成立し、泣くよぼう坊さんで、平安時代が成立してから、 100年経った頃くらいなんですね。で、あるから平安時代っていう形ができてから100年後くらいにはもう党はなかったそうあの白紙に戻す遣唐使菅原の道真って言ってね白紙に戻す遣唐使あなるほどあれからもう13年で党っていう国時代がなくなってんだとそりゃね遣唐使やめようって話も出てくるかなっていうねなるほどこういう数字を見ればそういうつながりっていうのも分かりやすいなっていうことでですね まあ、正確な数字を覚える必要はないかもしれないですけども、あ、なんか900何年だったなぐらいのことを覚えておくと、すごくですね、日本とのつながりとか、もちろん朝鮮とのつながりとか、さっきアッパース調の話し,しました、イスラームとのつながりとかっていうそういうところにもですね、歴史をこう多面的に、立体的に見るための、すごく便利なツールとして年号っていうのはありますので、この覚えておかれることをお勧めしたいと思います。というわけで今回、隋と300年の歴史スピード解説ということで見てきました。いかがだったでしょうかこの動画良かったなと思った方は、チャンネル登録、高評価をして いただいて応援よろしくお願いしますそしてコメント欄も毎回楽しみ見させていただいてますどうぞよろしくお願いしますではまた次の動画でお会いしましょうじゃあ